経験人数どれくらいなんですか？聞かれたの多分くらいじゃないですかね。今回はゲイ教師の闇を教えます、視聴者1000人から寄せられた質問10連発というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。ポンポン答えていくんで、ぜひ最後まで動画をご覧ください。ということで、私実はゲイで元教師なんですけども、ゲイとかゲイの先生についてたくさん質問が来ているので、それにお答えしていきたいと思います。ゲイって何かっていうと、男だけど男が好きっていうことです。 LGBTQ とかあるんですけど、その中の G っていう属性に該当する人ですね。実は世の中にはですね、だいたい 15% ぐらい LGBTQ の人がいるというふうに言われているんですね。だいたい左利きと同じぐらいの割合です。皆さんの周りにもだから必ずいます。ゲイとかゲイの元教師の人はどういうふうなことを考えてるかっていうのをね、今日の動画を通して知ってもらえたらなと思います。まず1つ目、教え子に手を出したことありますか？ねえよ。未成年だったら犯罪だし、教え子に手を出しまくってるような教員がこんな YouTube 出ませんよ。2つ目、イケメンの生徒から告白されたらどうしますか？どうもしねえよ。犯罪だから、生徒に手を出したら犯罪。基本的にドラマとか漫画とかではよくそういうこと起こるんですけども、教員はそれ目的でなってるわけではないので、普通の教員はしないよそんなこと。もちろん犯罪っていうのもあるし、先生と生徒だから、あくまでもね、仕事で先生という役としてここに配置されてきた人で、そこにいる生徒っていうね、お客さんと店員さんみたいな関係なんで、そこのね一線はやっぱり越えちゃいけないっていうのが、まあプロとしてのねあり方でもあると思います。3つ目、ゲイの人はゲイを見分けられるんですかっていう質問。これは見分けられないですね。ちょっとした仕草とか言葉遣いとか、なんとなくそうかな、わかるんだけど、見分けられないことの方が多いと思う。例えばね、すごいおねえ言葉を使っているタレントさんとかテレビで見たりするじゃん。そういう人の中にも本当にゲイの人もいれば、実はゲイじゃない人もいるんだよね。言葉遣いとか仕草がおねえっぽいとか女っぽいからって言ってゲイとは限らないわけですよ。だとすると、じゃあどこで見分けるのっていう話になるんで、見分けられないことも多いです。その次、カミングアウトした理由とその時の気持ち。私の本の方に詳しく書いてあるんですけど、インフルエンサーになってから、当時暴露系 YouTuber みたいなのが結構流行ってたんですよね。その暴露系 YouTuber は視聴者から DM をもらって、こいつは実はゲイでこの人と付き合っていたらしいみたいなのを暴露するネタとかも出していたんですよ。それを見て、私もいつ暴露されるんだろうと思ってて、まあ結局暴露されなかったんですけど、自分もいつか言わないといけないなって思ってたんですよ。その時にあるきっかけがあって、 YouTube と TikTok のライブ配信で全世界に向けてカミングアウトしました。その時の気持ちは本当にドキドキでした。これを言うことによって、オカマとかゲイとかホモとかキモイとか、そういうアンチコメントみたいなのがたくさん来るかもしれないじゃん。今までフォローしてくれてた人、今まで動画見てくれてた人、今までファンだった人たちが離れていってしまうかもしれないって思って、すごく恐怖感はありましたね。でも結果的にゲイであることに対しての誹謗中傷とかは全然なかったし、フォロワーはね、むしろそこから20万人ぐらい増えたので、本当に良かったなって思ってます。言って、今だったら杉山さん彼女いないのって、あ、私ゲイなんですよ、え、ゲイなの、あ、そうなんだみたいな、で、どういう人がタイプなの、そこで話がまた盛り上がるきっかけとかにもなったりするんですよね。だから言って良かったなって本当に思います。でもやっぱり教員の時は言えなかった。なんでかっていうと、そのことでクレームが入る可能性ってあるじゃん。例えば保護者の人が、もしもし杉山先生ゲイだと聞いたんですけど、まさかうちの子に手を出したりとかそういうのはないですよねとかって、教頭のところに電話かかってきたりしたら、ないですないですって言うしかないじゃん。それ以上どうしようもできない。変えてほしいんですけどとか言われたらさ、どうするっていうことを考えて言えなかったです。全員から偏見をなくすっていうことってできないんで、教員ってものすごく多くの人間と関わるんでってなった時には言えなかったですね。次の質問、いつからゲイなんですか、そしてそのきっかけはっていう質問なんですけど、正直生まれた時からゲイだと思います。でも多分小学校の頃とか幼稚園の頃とか中学生の頃のことを思い出すと、同性に惹かれてたし、同性の先生に憧れてたりとか、けど高校生ぐらいまではワンチャン普通に戻れるんじゃないかなと思ってたんですよ。異性愛者のことをノンケって言うんですけど、ゲイの用語で、ワンチャンノンケに戻れるんじゃないかなと思ってたんです。だってみんなさ、異性愛者の恋愛でもみんな我慢してるじゃん。例えばさ、昔は妻美人だったけど、なんかだんだん年取っていくうちにあんまり魅力を感じなくなってきたなって思ったとしても、でも一緒にいるでしょ。我慢して結婚してるわけじゃん。旦那だってさ、昔はかっこよかったのに、だんだんお腹も出てきて頭も薄くなってきて、だんだんイケメンじゃなくなってきたなと思ってても一緒にいるわけじゃん。我慢して結婚生活を送ってる人もすごく多いわけでしょ。だから私も我慢したら結婚生活を送れるんじゃないかなと思ってたの。なんだけど無理だった。多分めちゃくちゃ美人な女優さんとかが今ここに裸で登場しても、何何服着なよって言うと思う。それくらい興味ない。結婚無理だったんだ。
んですよ。結局だから生まれた時からゲイです。で、なんかきっかけがあったのかっていう話なんですけど、きっかけはね、20歳ぐらいの時に初めて男性の人と付き合ったんですよ。その時にやっぱりこっちなんだなって、一生こっちで生きていこうって思ったわけですね。結構大恋愛をして、その時にね、一生この人のことを好きでいようって思ったんですよ。でも別れましたけど次、今まで何人の人を好きになりましたか？もう何十人何百人好きになってるんじゃないですか？みんなどうなの？中高生だとさ、好きになった人1人とか2人とかでしょ少な、少ねえよ。もっとたくさん好きになれよ。世の中たくさんいるから、男は女も。もっとたくさん恋愛した方がいい。1人の人好きになって叶わない恋を追いかけてる時間もったいないから、早く次行きな。次、ゲイのメリットデメリットってありますかっていう質問なんですけどね。メリットは、銭湯とか行ってなんか男の人の裸見れるの嬉しいですかとか、嬉しいか嬉しくないかで言ったら嬉しいかもしれないけど、メリットとしては結婚っていうゴールがないのよ、ゲイは。だから一生独身、一生恋愛のまんま、30歳、40歳、50歳になっても恋愛してたりとか、恋人とデートしたりとかしてる人たくさんいる。でもやっぱり異性愛者って結婚して家庭を持ってってなってくると、30歳とか40歳になるともうどんどん自分のことを磨かなくなっていくし、恋愛とかではなくなってくるよね。家族で出かけるとかデートとかしてる人あんまりいなくなっちゃうし。でもゲイの人は結構30歳、40歳、50歳になってもいろんなところにデートに行ったりとか、結構ワクワクドキドキ毎日してると思います。デメリットはまあその裏返しで、結婚できないんで不安定っていうところはありますよね。老後どうするのとか、50歳になって別れて、そっからさ、じゃあ新しい彼氏作れるのかって言ったら分かんないし、なんでそれはデメリットでもあるということですね。その次の質問いきます。今まで付き合ったことありますか？あるよ。この年までさ、誰とも付き合ったことなかったらもう地雷だろ。もうやばいよ。そんだったらこんだけ活動しててさ、世界中に向けてさ、ゲイですって言っときながら、まだ童貞なんですけどねとか何を守ってんだよ。ありますよ、付き合ったこと。今まで何人の人と付き合いましたか？ちょっとあんまり言いたくないんですけど、多分10人ぐらいじゃないですかね。っていうと、中高生にさ言うと10人みたいな、変態みたいに言うんですけど、ゲイの中ではね、10人は少ない方だと思う。前ね、そのゲイの友達とノンケ、まあ異性愛者の友達と3人で飲んだ時に、経験人数どれくらいなんですか聞かれたの。私はそんなないんだけど、友達が100人は超えてるかなって言ったんだよ。そうしたら異性愛者の友達、それまで楽しく飲んでたのにですね、なんかちょっと身の危険を感じちゃって気持ち悪くなっちゃったらしくて、早々に帰りましたそれくらいの人結構いる。100人ぐらいの人結構いると思う。はい、最後、どんな人がタイプですか？ゲイって結構ね、めちゃくちゃ短髪でバッチリしてて、ヒゲ生えてて男らしいみたいな、クマみたいなタイプが好きな人が多いんだけど、私はどっちかっていうと細身で一重で韓国人っぽいビジュアルの方が好きですね。 YouTuber でいう激辛を食べてるスイーツのお名前の YouTuber さんとか、実験をよくやっているお寿司と中華麺みたいな名前の YouTuber さんとか、ああいう人がタイプです。ということで、今回はゲイ教師の闇を教えますということで、視聴者1000人から寄せられた質問10連発ということで動画をお送りしました。この動画がいいなと思ったら、ぜひいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは。